高浜町の成人式が8日行われ、新成人たちが志を新たにしました。文化会館で行われた成人式には、新成人136人のうち117人が、あでやかな振袖姿や真新しいスーツ姿で式に臨みました。式では初めに野瀬町長が式辞を述べ、新成人を激励しました。今後皆さんが一定期間の経験をされる中で、高浜町における自分自身の立ち位置、場所をイメージしていただき、高浜町を構成する力強い一員となっていただくことを期待し、また皆さんの活躍を心からご祈念申し上げ、続いて新成人を代表して大西桃香さんに成人証が贈られました。成人証、大西桃香殿、あなたは本年めでたく成人に達せられました。おめでとうございます。最後に武田唯人さんが成人宣言を読み上げ、成人としての決意を述べました。仲間と力強くたくましく生きていくことを誓い、簡単ではありますが成人宣言とさせていただきます。期待します。おめでとうございます。親を大切にしたいです。これから頑張ってきます。よかったです。最高です。